今回は、ジャンヌ・ミクなんでイモイモしていきたいと思います。ねえ、テスラか、テスラか、じゃあ飛んだな、飛んだな、これは一回じゃあ号令切ってあげて、はい、で、ドルキ貼ってポータルを取る、おーしおーしおーし、で、油断してるはず、油断してるはずいやー、すっごい、すっごいなー。あれ、アレクもあるんでしょ、アレクもあるでしょ。でそこで油断してると、さらに私がこう置いていく。あ、でも、どうだ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 。もう一発入れたい。オッケー、入ったか。いやいや、落とされてんな、落とされてんな。いや、これは一回下がる、一回下がろう。一回下がる、下がる。やだやだやだ、やだやだやだ。いじめられたかありません、私。うん。まあ、ためでいこうか、ためでいこうか。よし。一旦、どうしよっかなー。1さえね、溜まってしまえばもうほぼ取れば取り返されないんで、一陣走ってみる。俺このメンツで耐久できる自信ないんだけど、多分ジャンヌがね、ドアないんだよこれ。ドアないからね。オーケー、当たった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 。ドルキ8で吸ってみる。これでソルが落としてくれればと思ったけど、いや落ちる気配ねえだ、落ちる気配ねえだ。で、フルークは基本的に効かない。オッケーオッケー。で、構えてるからここで号令を入れていく。あーい、どんなもんじゃ、どんなもんじゃ。で、これさらに号令を切っていく。二陣取れるか、取れるか、お、取れたか、さすが、やるな。お、やりますね、やりますね。なに、当選簿、どこだ、どこだ、どこだ、おっぶな、おっぶな。よしよしよし、でもでも私ドルケが上がるんですよ、残念でしたね。ドルケ、あら、ドルケダメでんじゃねえよ、これありえー。あ、待って、貫通は良くないと思うんです。あー死取れてるからいっかで、どうだろう、ジャヌ HS 溜まってるかな。溜まってるなら早々に切ってほしい感はあるが、どうだどうだ、切ってくれねえのか、なかなか切ってくんないな。どうだ、切ってほしい、切ってほしい感がどうしても否めない。とりあえず DA 入れていくが、いやでも割と削れんのね、 DA でね。うん、で、なんだ、フルークをしたがっているな、あれ。で、テスラが裏飛んだんで、あれ抑えに行きましょうか。で、ソルが虹見てくれれば OK と。よーしよし、いいぞいいぞいいぞ。ジャヌ飛んでるな、ジャヌ飛んでるな、あれ。よし、で、ここポータル踏んであげて、どうだどうだ、いけてるか、いけてるのか、いけているのか、どうなんだどうなんだ、私にはわからない、私にはわからない。これ C、 私 C、 いけ、間に合い間に合い間に合い、極門アギト、極門アギト。ここで号令を切っていく。あーい、ありがとうございました。なんかいいねいいね、うん、コンパスって感じで楽しかったと思う、ありがとう。またジャンヌじゃーん、マジか、ジャンヌ多いな。ジャンヌ HS 貯められたらやばいからな。あ、でもさ、号令って2枚以上あるとタンクでも無理やり剥がせるからさいいよね、うん、そういうとこほんと使いやすいと思う。号令1枚だとね、タンク剥がせねえんだよ。なんかね、その場でなんかピヨリ始めて、うん、ダメなんだよね。よし、やっていきましょう。回帰スクが味方でよかった、本当に本当に回帰スク。あ、飛べる人がいますね、飛ぶリヴァイがいますね。どうするどうする、あれ、まあまあいっか、いっか、まあ、なるようになってくれって感じでいきましょう。さあ、二陣飛びをするのか、 C 飛びをするのか、どっちだ。いや、一陣に飛んだないや、飛んでないのか、飛んでないのか、ドアミスしたようにも見えたが、そもそもドアがないスタイルか。なるほどなるほど。ねえねえねえ、ドルキ張ってる人に貫通するのはね、本当に良くないと思う。お前ら人間じゃねえって感じだよ。あすっごい速度で吹っ飛んだぞ今。大丈夫か大丈夫か、今人間じゃねえ動きしたもん。とりあえず、私スキルゲージ貯めないと耐久の他の字もないような、あのあれなんで、あのなんか弱さなんで貯めたいと思います。一陣でね、ぬくぬくしていきましょう。うん、まあね、こうやってね、一陣を取ることによってベスプレもね、釣りに取っちゃおうっていう魂胆でございますね。ベスプレ泥棒、滑舌が最悪だよ本当に。よーし、じゃあある程度 HS が溜まったら前線の方を張っていきましょう。まあね、ジャンヌが吸う可能性もあるんでね、うん、そこがなんとも言い難いとこではある。うん、
さあこのリバイバルなんだ。あったあった。待って、でもまだまだ私にはスタンがある。オーケーオーケーオーケー、いいぞいいぞいいぞ遅れて登場、カイキスクのスタンディッパーってとこだったね。あ、チャンネルもう溜まってんな、デズモンもう溜まってんな。いやあれは大丈夫か、強いな、強いぞ。まあ、ただあれはね、いやいや すごいなめっちゃ引き連するな。まあ、とはいえどもだけど、まあ、リヴァイと、まあ、デズがまくりで、ジャンヌが、まあ、耐久 HS なんで、まあ、多少なりね、どうにかなるとこあるんじゃないかなと思ってますよ。うん。まあ、ジャンヌは先に HS 切ってもらってもいいと思う、いいと思う。で、出た、デズが問題だ。あいつ旗とか持ったら許さんかな。どうだ、どうだ。デズがドルケを吐いた、ドルケを吐きましたね。じゃあ、号令入れます。はい、どうぞ。よしよし、いい感じなのでは。もう一回入れます。はい、どうぞ。いいんじゃない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 。もう一回これ入れます。あー大丈夫かな、大丈夫かな。 OK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 。 リヴァイが裏に飛ぼうとしている、飛ぼうとしている。嘘だ嘘だ、ポータルにかけた。うまいな。よし、これは速攻ミグが HS 切るで、ミクの近くにいれば、ネコミヤも死ぬことはない。いや、みんな HS 切ったな、みんな HS 切ったな。俺がミク早々に切った意味が全く持ってない。ただ相手 HS を全員吐いたので、まあもうこれ以上ね温存する意味もないじゃないんで、まあこれでどうしたらなるかな。うん、じゃあこれ入れます。あー、近づくことなかれ。うわー、びっくりした、号令やべえと思った消しクズとなったもん今。怖かったよ。味方の殺意が高えもん、味方の殺意高えもん。はい、ゴール。よーし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 、ちょっと待って、俺のゼロデスを、俺のゼロデスを守ってくれ。ありがとうありがとうありがとう。よーし、ゼロデスで勝てた、ありがとうございました。いや、スターン楽しいなんか最近さ、普通のデッキよりこれの方が楽しいんだよねありがとうございました。